今月のクレジットカードの引き落としか。金ねー。貧血である。無職のコリオツは日々節約生活を強いられているのである。金だ。金が必要なんだ。どうも、コリオツです。今回の動画はですね、私金欠無職ハイカーのお買い物の実態をですね、ゆるっとお届けしていこうと思います。自分がどんな風に登山ウェア、登山グッズを購入しているのかという、その順序、そして実際に買うところまでをお届けいたします。まずですね、何か買いたいものを探すにあたって、自分は3パターン行動しています。まず1つ目が格安ブランドのチェックです。この格安ブランドはですね、紹介してまいりますと、まず1つ目がワークマンです。これはね、ご存知の方も多いことと思います。例えばこういうね、メリノウールのあったかいインナーとか、こういった機能性に優れた格安のものをよくワークマンで自分はヘビロテしています。もうその他にもね、おしゃれなパーカーとか意外とワークマンありますからね。で、格安ブランドをもう一つ探すところがありまして、それはデカトロンですね。もうこのチャンネルでは何度も何度もお世話になっています。日本にはまだ2店舗しかないヨーロッパのスポーツブランドなんですけれども、例えばこのミニザックが490円だったりと、とんでもないコスパを誇るスポーツブランドなんですね。ここもね、必ず自分はチェックして探しています。で、その他にもですね、ユニクロのフリースパンツ、あったかいものを自分は登山で着ることもありますし、今着てるこの撥水パーカーとかね、これは無印で買ったりしています。そしてお買い物のパターン2つ目がアウトレットに行ってみるです。まあこれもね、皆さん大好きでしょう、アウトレット。ただですね、アウトレットは在庫に限りがあるということ前提でございますから、アウトレットに行ったはいいものの、あんまりいいのなかったなと言って帰ってしまうことも多々あります。それでもですね、例えばこれね、マムートの白いジャケットなんですけれども、これはね、半額で購入することができました。これね、レディースの XL サイズなんですけれども、173センチの私ね、ぴったりでございました。こうした出会いがあるのはアウトレットのいいところですよね。そしてお買い物のパターン3つ目が、大手ブランドの通販サイトのセール品を探すことです。例えば紅実山荘だったり、エルブレス、こういった大手のアウトドアブランドのセール品をよくチェックしています。通常価格だとね、ちょっとためらってしまうんですけれども、何かしら季節ごとにセールをやっていますから、自分が欲しいグッズ、ウェア、これがセール対象になってないかなというのをよくチェックしています。さあさあ、それではね、今回ちょうど今ですね、コリオツ選手、黒いハーフパンツが欲しいなと思ってるんですね。ちょうど春夏に向けてがっつり登山でも使いたいですし、もうね、お金がないから登山ウェア兼私服という形で兼用でウェアは使っています。この動画を機に実際に買っていこうかななんて考えてます。というわけで、まあ、さっき3パターン紹介しましたけど、まあまずはワークマンとデカトロン、ちょっとね、オンラインショップを探してみようかなと思います。今回はですね、このデカトロンに割といい感じのハーフパンツがあったので、今回はこれを購入します。ではね、実際にお会計をするんですが、ここでですね、一つ皆さんにご紹介したいサイトがございます。アメフリというポイントサイトです。このサービスは、このサイトを通してデカトロンや紅実山荘、エルブレスでお買い物することで、それぞれのお店のポイントを一つにまとめることができるんですね。これは無職にとってはありがたい。それでは詳細を説明してまいります。
このサイトの使い方は至って簡単です。まずは会員登録をします。そうしましたら、サイト内に掲載されているショッピングサイトをクリックしまして、そこでいつも通りお買い物をするだけです。そうしますと、このサイトにポイントが貯まります。自分はデカトロンのお買い物で、ご覧の通りポイントが貯まりました。デカトロンの他にも工事山荘やエルブレスといったアウトドアブランドや、その他にもヤフートラベル、ペイペイモールなど様々なサイトと連携しています。そしてさらにすごいのが、お買い物先のポイントがいつも通り貯まるのに加えて、雨降りポイントが二重で貯まる、ここが素晴らしいところなんですよね。貯まったポイントは10ポイントあたり1円換算で使うことができます。最小で400円分から銀行振込をすることができたり、その他には Amazon のギフトカード、 iTunes カードなど現金以外にも変換することができます。お買い物の他にもアンケートやガチャを回すことで毎日コツコツとポイントを貯めることができるんですよね。というわけで、今回はこのガチャに挑戦してみます。最低で10ポイント、最大で100ポイントゲットできるようですね。こたものを言わぬガチャを使っての心理戦は鏡を覗き込むようなもの。つまり、俺が蛇に見えたらお前こそ蛇なんだ。赤だ、赤だ、来い、来い。どうしてだよ、どうして。悔しい、悔しい、だがそれでいい。いいね、これいいんじゃない。ベルトもついてて乾きやすい素材でできてるし、伸びるね。はい、というわけで、無色金欠ハイカーの自分のお買い物事情でございました。いかがでしたでしょうか。後半にですね、紹介しましたアメフリというサービスの詳細は概要欄に記載しておきますので、興味のある方はそちらをご覧ください。それでは本日の動画はここまで。バイバイ。もうね、1円を笑う者は1円に泣きますよ。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ動画の高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラムやツイッターもやっていますので、こちらもフォローしてくれたら嬉しいな。